ということで、ここからはですね、そんな雨の日に安全に自転車を運転するためのレインウェアをワークマンの鈴木さんにお越しいただいてご紹介いただきます。鈴木さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、鈴木さんもこれ、はい、あれなんですよ、あの、そうです、全部ワークマンの衣装。そうです、全部ワークマンで売ってます。素敵な、もうおしゃれなものがたくさんあるんですけど、まあ、はい、私はね、ちょっと昔のイメージは、はい、ワークマンといえば作業着ね、現場に行かれるおっちゃんたちが、あの、便利に使うよっていうようなところだと思ったんですけど、はい、今はかなり変わってるんですよね。そうなんですよ。あの、そういうやっぱ作業服のイメージあると思うんですけど、うん、最近ではこう日常でも使える、日常の困りごとを解決するグッズを豊富に取り揃えております。そうなんですよね、はい、でこのナンバーなんですけど、はい、去年の4月に関西初進出として、はい、ナンバーシティにワークマン女子がオープンしました。はい、ワークマン女子、はい、でワークマン女子なんですけど、雨の通勤通学やこう家でも気になる紫外線、はい、また子どもの抱っこやこう水仕事、水作業での泥汚れなど、はい、こう日常のストレスからこう女性たちを解放するためのアイテムがたくさん取り揃えております。じゃあもう私たち主婦、そして女性にも嬉しいものがたくさんあるワークマンですけど、今日はですね、はい、雨の日に自転車使う時にも便利なグッズいっぱいあるよということで持ってきてくださっているので、はい、早速ご紹介ください、はい。そしたらまず最初はこちらです、はい、ちょっと偉い強風でね、失礼しております、はい、こちらは、はい、こちらはバックインレインジャケットと言います。バックインレインジャケット、はい、はい、で、まあ、大きい特徴です、はい、これだから普通のレインジャケットとはちょっと違う、はい、背中見てください、はい、こちら真ん中にチャックがついてます。開けていいですか。はい、開けてください、はい、よいしょ、おお、おお、おっとっと、すごい街広がりました。そうなんですよ、こちらが広がることによって、はい、こうバッグを背負った上にこのレインジャケットを着ることができます。確かに、だってバッグ入れてあのジャケット着ると前が閉まらなかったりして、うん、はい、ね、なかなか意味がなくなってしまいますし、上からリュックショットって全然、ね、意味ないですから、この街すごい機能です。で、はい、あとこう自転車で使うことを想定してますので、うん、はい、こちらのフードの部分なんですけど、はい、前の部分にワイヤー入ってます。ほんまや、ちょっとしっかりとワイヤーが入ってしっかりしてますね、はい、はい、なんでこちら視界良好で使うことができます。なんと、そう、ここまで飛び出てくるんですよ。だからこうね、しっかり雨を避けられるということですね、はい、そうです。こちらこれないくらですか。あ、そうです、こちらね、3900円です。3900円ですか、はい、見えない。ほんでおしゃれ、次行きましょう、はい、よいしょ、次は、はい、次こちらがイナレブレインパンツと言います。パンツ、はい、はい、でこちら、うん、あの、まあ、雨で必要なのって、はい、雨を防ぐ防水性、うん、で蒸れをなくす透湿度というのがあるんですけど、はい、ワークマンの中でもこの最高基準の数値を叩き出していますので、機能性バッチリの商品になってます。絶対じゃ濡れない、絶対とは言わんけど、絶対とは言わんけど言い過ぎたね濡れないぞっていうことなんですよね。でも確かに自転車の時長いレインコートだと危ないじゃないですか、はい、だからやっぱりこういうパンツが必要になってきます、はい、これはいくらですか。こちら1900円です。1900円、安すぎますよ。これ欲しい、履きたい。これちゃんとここもね、こう締められたりできますね。アジャスターがついてます、はい、素晴らしいレインパンツでした。はい、まだありますね、はい、それでは今ジャケットとパーツいったんで、最後靴ですね、かわいいよ、はい、こちらサファリシューズと言います、はい、でこちらこう接地面、地面から7センチまで、7センチってこれぐらいまで、はい、までが防水になってます。だいたいじゃあもう防げますよね。そうなんですよ。でだからさっきのこうレインパーツここまで履いたら、はい、もう絶対濡れないですよね。濡れないです。本当かわいい。軽いし柔らかい、はい、うん、でなおかつ中こうやって見えますかね、チェックになってるんですけど、これ見てください、おしゃれなの。こうやってチェック柄がね、もうちょっと上げようかな、はい、そうそうそう、ついてまして、はい、だからこれもうおしゃれ、おしゃれですよ、うん、デザインもいいので、こう雨の日だけじゃなくて晴れの日でもこちら履いていただけるかなと思います。本当に可愛いブーツとして、ね、はい、履きたいですよね。ちょっと軽いとおっしゃってました。持ってください、持ってください。ほんまやば、めちゃめちゃ軽いし、もうそこはしっかり滑り止めがついてますから、はい、雨の日も安心、そして普段からも履けるという、はい、かわいらしい。そうで、こちらが1500円です。1500円、安すぎますよ皆さんありがとうございます、はい、でなんかね、もう一つ今日はどうしてもご紹介したいということで、紹介持ってきたよ、はい、こちらのキャリーバッグなんですけど、こちらピックアップボストンキャリーと言います、はい、で今もやったようにこうキャリーとして使うこともできますし、そうね、コロコロしました。こうやってちゃんとコマがついてるんですよね、はい、これね、キャリーバッグだけじゃなくて、あ、出てきた、車輪を隠すこともできます。簡単に
出てきて、本当にキュッとここパチッとボタン止めるだけなんですよね、はい、そして、うん、中にあ、出てきた、おっと、そうするともうリュックだ、はい、あら、おしゃれなリュックですよ、バックパックとしても使える、うん、そしてで、もう一個あるね、ボストンバッグとしても使えます、ぜひ持ってください、え、持っていいですか、はい、軽、そうなんですよ、このもついてたのに、この軽さで、ぐわっと開きますから、収納もね、めちゃめちゃしやすいですし、たくさん入りそうです。これは新しい商品なんですか？そうなんですよ。これ、実はまだ発売してなくて、はい、こう6月の20日、来週の月曜日から発売を開始します。はい、で一般の店ですと、ウェブで注文して店舗受け取り、はい、ただ、ナンバシティ店、ワークマン女子には、こちら店頭に置いておりますので、そのまま購入することができます。うわー、ただ1点あのこちらなんですけど、はい、完全防水ではないのでそこだけちょっとご注意ください。わかりました。でもある程度は防水ということでね、はい、これだから女性だけじゃなくてもいろんな世代の人、男性ももちろん学生さんなんかにも持っていただきたいですよね、はい、そうです。じゃあ新しい商品ということですから、ワークマン女子では実際に見ていただきたいと思います、はい、いろいろ商品ありがとうございました。いえいえ、じゃあ雨に濡れないということなんで、これでほんまに濡れへんのかって思ってるでしょ。なので私この後 CM の後着させていただいて、実際に雨に濡れないか確認してみたいと思います。生着替え、さてご覧ください、早着替えしました、すぐ着られる、見てください、これねリュックも背負ってるんですよ、リュック背負っててもこの余裕、これ M サイズでございます、どうですか皆さんね。ということで、じゃあ早速ですよ、ほんまに雨に濡れないのかやってみたいということで、あのスタッフが横まで来てるんですけど、上から降る雨行きたいと思います。じゃあ早速雨降ってきますよ、雨が、さあどんな感じかな、あ、ちょっとむっちゃ来るやん、なんだ、あ、でも大丈夫、ほら見てこのワイヤー入りのねつばがね全然大丈夫、うわ音がバーってなってるだけで、ほら見てこの撥水すごいわ、ほら私全然全然そう手が濡れるわ、さあではもういいよ、ありがとう、そして続いてはなんともう一パターンあるということで、ね、鉄砲を持ってるんですよ、だからこれはね横殴りの雨もあるかもしれない、今日みたいに結構風が吹いててね、はいよ、いいですよ、どんどん来い、さあ来い、もう来ても全然大丈夫や、もうだって全然染みてる感じないですもん、一切、いいよ、当てなさい、当てたらええやないか、いや、いいです、これちょっと待って、開けてみよう、あ、鈴木さんありがとうございました、これね今ちょっとほら全然ここ濡れてない、素晴らしいでした、ちょっと時間がなくなってきちゃったんで、じゃあ鈴木さん最後にテレビをご覧の皆さん、はい、一方、はい、そうですね、ワークマン女子なんですけど、過酷な日常を素敵に変えるというコンセプトを使ってがあります、はい、ワークマンの製品を使っていただいて、こう日常生活を楽にしていただけたらなと思いますので、はい、皆さんぜひともお越しください、はい、さあではワークマン女子ね、ナンバシティ店です、ぜひ遊びに行ってください、今日はたくさんご紹介いただいてありがとうございました、さようなら。